って搭乗口前でまったりしてます。いやー、なんか疲れがどっと出てきました。15時まであと3時間弱あります。どうします？また今週の土日、今度は関西方面に合宿がありますので、今週の違う来週か土日もローキーズ札幌はお休みです。で、再来週にも今度は山梨に出張がありますので、今月は営業日が少ないです。その間、店長出稼ぎヤフーオークションと通販の方で用品添えるエビの販売はやってますので、お急ぎの方はそちらをご利用ください。今搭乗口9番前は私ともう一人しかいないので、大きな声は出せませんが、これからどん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 搭乗客が増えてくる模様です。アナ、ジャル便ですと、空席が空いてれば、搭乗変更できるんですが、今回はスカイマークということで、早く帰りたいにも便数が少ないため変更できません。他社の LCC なんかもあるんですけど、解約して解約手数料を払って、で、新しい LCC は当日金額になりますので、結構な差額になります。したがって今回は、こういう結果になってしまったんですよね。本来ならば昨日セミナー終了後にちょうどいい帰りの便があればですね、昨日のうちに帰ることができて今日明日と営業できるんですけれども、またこれがね、コロナの関係で便数が減ってますので、どうしても昨日帰る便に乗ることはできませんでした。ただアナの方は7月くらいよりコロナ前の通常の、フライトの便を増やすそうなので、セミナーの方も前日、セミナー終了後帰宅ということで、そのうち帰れると思います。結構疲れが出てきました。セミナーの方は、朝9時から夕方5時半くらいまでびっちり喋りっぱなし、立ちっぱなし、これが今回2日間続きましたんです。結構足もバンバン、腰もバンバン、毎度の名古屋城宿のビジネスホテルにはお風呂も広く、ジャグジーもあっていいんですけれども、やはりジャグジーの泡だけじゃふくらはぎの張りは治せませんね。お風呂上がってから
ベッドで軽くストレッチをしてるんですけど、やっぱストレッチだけじゃ取れません。いやいや、暇すぎてネタもなくなりました。さっきまで全然トレをうろついていたんですけど、もうすべて端から端まで屋上、外まで歩き回ってきたので、かなりの歩数を歩いたと思います。じゃあここで一回閉じたいと思います。ではまた後ほど。